米アメリカ人のドラマー。主にジャズ及びフュージョンの分野で活動しており、マイルス・レイビスやマハビシュムオーケストラとの仕事で知られる。名字は、一般的に、コバムのように発音される。パナマで生まれ、3歳の時に家族と共に、アメリカ合衆国ニューヨーク州へと移住。幼少期からドラムに親しみ、7歳の頃に、 通常の奏法に疑問を感じて、オープンハンド奏法に切り替えたという。1965年から3年間、アメリカ陸軍内のバンドでプレイした後、1968年に、ホレス・シルバーのバックバンドに加入。同年には、ジョージ・ベンソンのアルバムにも参加した。1970年には、ブレッカー・ブラザーズや、ジョン・アバーク・クロンビーらと共に、ドリームスというグループに、 参加、2枚のアルバムをリリースした。また、アフロアメリカンのリズムを要求していたマイルス・デイビスに誘われて、ビッチェズ・ブルーセッションのフェイウやジョン・マクラフリンと参加した1970年のアルバムジャック・ジョンソンで演奏を残している。他にもセッションマンとして1970年からクリード・テイラーの CTI レコードの作品の数々のレコーディングに参加した。 1971年から1973年にかけて、ジョン・マクラフリンのマハビシュム・オーケストラのメンバーとして活動し、アルバム、火の鳥などの録音に参加した。1973年には、マクラフリンとカルロス・サンタナとのツアーに参加し、アルバム、魂の兄弟の録音に加わる。同年に、ヤン・ハマー、トミー・ボーリン、リーランド・スカラーを従えて、 初のリーダーアルバム、スペクトラムを制作、発表した。このアルバムは評判及び、ギタリストのトミー・ボーリンが、ディープ・パープルに加入するきっかけにもなった。1974年から1976年にかけて、アバークロンビーやブルガリア出身のピアニスト、ミルチョ・レビエ・ブラとアトランティック・レコードから、リーダー作品をリリースした。 熱狂的な人気を誇ったニューヨーク在住のプエルトリカンによるサルサミュージックのスーパーグループファニアオールスターズに参加して1974年のザイル公演や翌1975年のシェイスタジアムでのコンサートにもドラマーとして名前を連ねた。これらは映像作品としてソウルパワー、ライブエイティアンキースタジアムなどの記録があり、 また1976年には、ジョージ・デューク、ジョン・スコフィールド、アルフォンソ・ジョンソンらとライブバンド、ビリー・コブハム・ジョージ・デュークバンドを結成、こちらも、モントルージャズ・フェスティバルの映像、録音作品を残している。この時期、プロデューサーとして、アイアート、モレーラの、バージンランド、マーク・アーモンドの、心に、などのアルバム作品を手掛けている。1977年からは、 CBS と契約してリーダー作品をリリースし、1980年代にはバンドメンバーとして、再びマハビシュヌオーケストラ、スタンリー・クラークジョージ・デュークのクラーク・デューク・プロジェクト、元クリームのジャック・ブルースとのジャック・ブルースフレンズや、アルフォンソ・ジョンソンと共に、グレート・フル・デッドのボブ・ウェアとのボビーザ・ミッドナイツなどのグループに参加した。なお、 1998年にはグレートフルデッドの曲を演奏するインストジャムバンドジャズイズデッドにも再びジョンソンと共にメンバーとして加わっている。1980年代半ばに GRP レコードからソロ作品を発表した後に1990年代以降英国、ヨーロッパの若いミュージシャンとの作品を制作。またケニー・バーロン、ロン・カーターからなる。 ピアノトリオ、アート・オブ・スリーを披露した。2000年代には、ドラムズ・ボイスというプロジェクトを開始。この40年で、スタンリー・タレンタイン、フレディ・ハバード、ガボール・ザ・ボヤ、ジェームス・ブラウン、ポール・ウィンター・コンソート、ピーター・ガブリエルラといった多様なミュージシャンの作品に参加してきた。現在はスイスに今日構え、リーダー作品制作を中心に活動している。 1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代以降、ありがとうございます。